チェコ鉄道680系電車は、チェコ鉄道が運行するスーパーシティで運用されている電車方式の強制車体傾斜式高速鉄道車両である。680系は、イタリアサビリアーノのアルストムが製造し、車両の大部分は、1トル460や1トル470をベースとしている。2004年9月18日に、 ブジェツラフブルノ間で、チェコ鉄道の最高速度記録である時速 237km を記録している。電気方式は交流電化25ケッヘル 50Hz、15ケッヘル 16Hz、直流電化 3KV に対応しており、将来的にはドイツ方面への乗り入れも考慮されている。チェコ鉄道は全員重編性を、 チェコモラバコルベンダニエクトの合弁会社経由で発注した。KD は破綻し、結果的に変更契約をアルストムが結び、数年後同じ7編成を納入した。試験運用中のチェコペンドリーノが、ロードニツェナドラベム駅に到着1989年9月に、初めてペンドリーノ編成がチェコスロバキアに現れた。 それは、イットル401のプロトタイプ列車であった。列車と共に、パルドゥビツェ・プルジェロフ間の路線での試験、デモ走行実施が引き受けられた。再び、イットル460プロトタイプ形式のペンドリーノが、チェコの路線に1994年5月23の25日に、来て、ポーランドでの試験後母国に戻った。列車は、 先頭車と付随車2両の3両で構成され、2番目の付随車の見振り子のないシャーシ付き車体形式であった。列車はプラハとブルノで一般に公開され、プラハ・クラルピなどブルタボウカンでの短い試験運行を行った。3回目にペンドリーノがチェコの路線に現れたのは1996年で、この時は1トル470の3両。 編成プロトタイプであった。チェコ鉄道では1995年に、車体系車式車両を導入する計画が始まり、コンペを行った。アルストムに統合される、以前のフィアット、シーメンス、モラバスレスコ車両、ストレーンカ、KD の4社共同体が勝ち取り、チェコ独自の車両が計画された。2000年に10編成を納入する予定で、各社役割が決まっており、 フィアットが、車体傾斜装置、シーメンスが、電気装置、MSV が、内装、シュコダが、車体製造、最終的な偽装を行う予定であった。しかし、1998年に、KD の問題で納期が遅れることとなり、1編成あたり1150万ユーロと予算を大幅に上回るものとなり、資金難やその後のシュコダ。 KD, MSV の破綻等で一旦計画は中断された。2000年の KD が破綻した中、長い交渉を通して、列車の生産は、元々の合弁会社のメンバーであった、イタリアの会社、フィアット鉄道が行うこととなった。元々の提案とは異なり、車両の技術とデザインはペンドリーノをベースにしたものとなり、編成数は7に減少した。 チェコ鉄道は680系の系列番号を付与した。最初の編成が2003年6月に納入され、中央ボヘミア州の都市リン郊外ツェルヘニツェの鉄道研究所試験船で試験走行が開始されるが、製造上の問題からトラブルが頻発した。その都度、フィアットの本拠地イタリアへ問い合わせることになり、第2編成以降の製造費の支払いと納入を、 中断する事態になったその後、技術書の翻訳と信号トラブルが解決し、同年秋に残りの編成の搬入が認められ2004年2月から毎月1編成が納入されることになった。ペンドリーの編成がブルの本駅に入線680系列車の承認試験で列車が動電流の上限を超えた値の逆駆動電流が流れ、 最悪の場合、軌道回路の誤作動に至り、路線や、駅の鉄道保安設備に影響を及ぼしかねないことが、分かった。メディアではこの問題が、モーターの電磁界の問題だと間違って伝わった。2004年に試験運行用に、プラハジチン間の路線に配置され、乗客を乗せた列車の試験運行を始めた。動電流の問題は、2004年末に、軌道回路の修正で、 暫定的に解決した。この問題の最終解決は、危険電流保証器としてのアクティブフィルターによるもので、2005年内に全7車両に取り付けられた。もちろん、問題は保証器取り付けで解決せず、列車はまだ軌道電流の干渉が大きいと批判する人もいた。ペンドリーノは、軌道電流の特性が不満足なものであるので、運行が許可されない路線があった。 この軌道電流では30年間のプロジェクトとして使えないが、鉄道施設管理公団はまだ交換の予算を確保していない。2005年12月より、プラハオストラバ間で営業運転を開始したが、営業中のご編成で、翌年1月空調システムの不具合と熱により、車体傾斜システムの機能停止のトラブルが発生する。これはフィンランドで運用されている。 SM3 でも同じ問題が発生した。システムの接続上の問題が原因と推定されている。ペンドリーの編成は一時的に運用から外され、トラブルシューティング後運用に復帰した。数年後、プラハ・ブルジェツラフ間の定期系統に充当された。ブルジェツラフ・ブルノの路線でのテストで、列車はチェコ鉄道の速度新記録を達成し、 それは特別な条件の下で達成した速度時速 237.04km である。速度時速 200km での技術的安全試験で、ペンドリーノは全3電化方式で時速 200km プラス10%を超えた。全7編成をチェコ共和国、ドイツオーストリアスロバキアで使うための承認プロセスは2006年中に完了した。 メディアを再生するチェコの鉄道路線で680系電車編成の運行のスプライシングメディアを再生する運転席から見た680系列車が鉄道0105線のスルビー駅を通過する。また写真ではカレルゴットが短くポーズしている。メディアを再生する速度時速 232km のペンドリーノ。 ベリム鉄道研究所試験センターの大試験、環状線の運行開始50年に祝い。ボフミーン、修理中の682-005から4、2017年国の鉄道の日にて、SC ペンドリーの車両はもともと、チェコ鉄道とチェコ航空の共同プロジェクトの一部で、チェコ鉄道の番号以外に王、OK、ーシリーズの航空番号も割り当てられ、 チェコスロバキア航空予約システム経由でも、いわゆる、コードゼロの飛行として、架空のパルデビツェ、オロモーツ空港も含めて、列車に乗り継ぐ、航空券を購入することができた。ペンドリーの列車のチェコ鉄道の路線での正規運用は、二つの、路線で2005年12月11日に始まった。いわゆる南ルート、プラハパルデビツェ、チェスカートルジェボバーブルのブルジェツラフで、 ユーロシティと共通種別での運行列車となるはずであった。しかし、列車は、スロバキアとオーストリアでの運行許可を得ていなかったので、ペンドリーノは短縮した形で、南ルートを運行した。故に IC、IC570、571と EC134、135は、ブラチスラバではなく、ブルジェツラフ終点となり、EC70 から75までの3往復の列車が、 プラハ・ウィーンの全路線を国際列車として運行した。チェコ鉄道のペンドリーノは2006年12月10日にオーストリアとスロバキアでの運行認可を受け、強制乗り換えは不必要になった。南ルートは低い労働力と国際列車補助の少ない利益に苦しみ、ゆえに2010年にはすでにウィーンまでの一往復のみとなり、翌年はもう一方のブラチスラバ港となった。 2012年の新ダイヤで、南ルートは消滅した。一方のいわゆる北、ルート、プラハパルドゥビゼオロモーツ・オストラバでは、列車が最初から、商標 SC ペンドリーノの下、スーパーシティの列車種別で運行した。オストラバでは、ボフミーンなど多くの駅に直通便を設けている。2012年の新ダイヤでは、直通先が加えられ、スロバキアのジリナまで、 ハビール・ジョフ、トルジネツ、チェスキー、チェシーン経由で、週末2本が延長し、フランチシコ・ビラーズニエまでプルゼニ、マリアンス・ケー・ラーズニエ、ラーズニエ・キンジバルト、ヘブ経由で、土曜日1本が延伸した。2014年12月より、新ダイヤが施行され始め、ペンドリーノが、鉄道企業体スロバキアの協力で新路線に、配備され、 プラハからコシセまで一往復のスーパーシティ種別の列車に導入された。主な理由として、チェコの旅客を早く快適にたトラ山脈へ、結果としてスロバキア東部へ運ぶことをオファーするための策だと報じられた。路線の近代化と高速列車を振り子付きで使えるオプションのおかげで、コシセまでの運行時間を最短7.5時間に短縮することに成功した。 ストゥレーン化での2015年7月末の680.003編成の事故後、ペンドリーノ配備編成の不足の影響でこの列車は休止となったが、9月1日より、スロバキアで復帰し、同じパフォーマンスで2016年のダイヤでも、ペンドリーノコシチャンの名前で運行継続した。ペンドリーノは、例えば第3鉄道回廊の区間のリニューアル。 開始時など、臨時運行時でも使用される。2017年6月、ペンドリーの車両の内装更新が始まった。具体的には、座席、壁の裏地、床、網棚、トイレ個室の更新である。列車は、情報システム付きデジタルスクリーンの更新を予定している。列車には小さい子供向け映画も設置され、同様に、特急レールジェットにも導入される。 近代化で Wi-Fi システムも開通し、全車両に設置される。導入後、ペンドリーの列車は、チェコ鉄道で2600万キロを走行し、旅客1200万人を輸送した。チェコ鉄道のペンドリーの全7編成のリニューアルは2.5億コロナかかる予定で、全編成の近代化は2018年9月までに行われる。 最初に、リニューアルされた680.005編成は、工事後、最初に規定車両として2017年9月23日に、プラハからボフミインまでの運行には、鉄道の日に、配属、導入された。9月25日月曜日より公式に運用に、配属され、次の月には大部分が SC、SC240、241、ペンドリーのコシチャンの系統にも配属される。 680.006、680.007編成が次に続く。クラルピナ・ドブルタボウの駅でのペンドリーの列車2等車内2等車内680、軽列車は重量編成で、内音量が動力車である。各動力車には2つの駆動モーターが備え付けられている。編成番号は制御車に表示されている。微光、二千十三年九月初めから一等車が、 減らされ、新たに2等車が、順に1等車となった。プラハ本駅からオストラバへ出発する、電車列車は3つの鉄道受電方式で運行できる。低抵抗の保安機器を電磁障害の中で使用する、理由で、ペンドリーノが無制限に運行できるチェコの路線は、限られる。変換機の従来形式は、 列車の障害の中で完全には使用できない。しかしこの問題は一般に鉄道交通で使用される全周波数変換器に関係している。この理由でペンドリーノに導電流保証器が取り付けられた。物理的な製造、据え付けではなくペンドリーノだけに限らず周波数変換器と軌動電流回路がある車両の互換性の未解決問題と この問題の解決が保証機の主な長所であった。編成の各車両は長さ25.9メートル、先頭車が27.7メートルで、編成長は184メートル、広さ2.8メートルである。 列車は0から時速 100km まで68秒で、0から時速 160kmmm まで 162s、0から時速 230kmmm まで 462s で加速する。車体は最大8度まで傾けることができる。掘れ消費ツ駅手前、ブロブカ下の橋を走る。列車2009年3月のデータでは、これらの車両は大きく損失を生んでいた。 運行中は、毎年、チェコ鉄道で、運賃収入より5億から5.5億コルナ多い、コストが発生していた。一つの理由は、通常の保守にかかる1年あたり、約2億コルナで、これは、列車が120万キロ走った時にこれだけの、保守費用が発生するという意味になる。他の理由は、45億コルナ近くする、車両購入費の消却である。 原価償却費が毎年2から2.5億コルナで借金の利子が約1億コルナになる。列車購入の借金は2014年11月25日に返済される予定であった。雑誌 MF ディネス2009年6月11日のインタビューでチェコ鉄道のペトルジャルダ CEO はペンドリーノが月曜日と金曜日の便が毎回売り切れても損失を生む。 可能性を認めている。ウィーニア、ブラチスラバまで長距離運行しても、この形式の車両での運行ルートが短いことが、主な理由と言われている。それゆえ、チェコ鉄道は運行ルートを伸ばし、多くの目的地を用意しようとした。2009年6月12日からペンドリーノがトルジネツまで運行すると宣伝し、ドイツと最初から、 意図されていたベルリンプランハ・ウィーンのルートへの1年半後の配備について同意することを望んでいた。しかし2013年のダイヤ以降で失敗し、結局オーストリア連邦鉄道との合意ご個の派生系統は破談となり、2015年ダイヤ以降ではウィーン方面のルートに着用したオーストリアの1216系機関車を含むレールジェット編成が配備され始めた。 2015年7月22日、ストレンカの踏切で、信号機器が動作した時に、トラックの運転手が踏切に入り、ペンドリーノと衝突する事故が発生した。事故による死者は3人、負傷者は17人であった。680.003編成、特に先頭車682.003は、事故で大きく破損した。 <chat> ok ok、h t t p w w w a t l a s l o k o m o t i v n e t l 6 8 0 h t m l h a t h t t p w w w s c p e n o d s e i z e c s c z ペンドリーのテクニックパラメトリーページ,ジ xhtmlhatmarching ポータルペンベレナンバーシーズ時速 237km ノビリクロストニーレコルテチェスケージェリーズニッチェ。2008年1月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月10日閲覧。 h t t p s p z l o g o u t s e ラッシ n n o v i n k y n o v i n k y 1 p h p ロックイコール ="2003&、メジックイコール ="6", ゼラザニックにマゴジン11-2005ストラナ17ハット AB カレルカイラホモログスペンドリンズ・オブラッサナゼルページ18-11-2004カレルカイラ ジェッドノートか 680.001D、ゼルページ、31.7、2004。ロマン・シュトナー、ペンドリーノ・セルーチ・ SVDN、ネビプラティ・セホタム・ポジラット、L、キロ・ホー・ベルリン、アインド、シーズ、18、8、2010AB ・ニザニー・ JZDN、ラジ・プラトー・ノード11.12、2011、マイカル・ヤローズ、ペンドリー・ノード・プロシン・ステイクナトラティ・ドゥ plzn, ゼルページ。1.9, 2011, エルペトラベススキー、オッティブルニーオプティマライソベントラティ、zplzn, ドゥケプオスラビアイ、ペンデレナンバーゼルページ。5.5, 2011, ペンデレナダスタヌノビケバット。ナビニューレプシーバー、Wi-Fi, ADTSK 機能。イドニス、シーズ。2017年7月3日閲覧。 ペンドリーノ・ダストロ・ノビ・インターエ A、バータイロ・セ・ドゥ・プラビデルネ・プレボゾ。イドニス・シーズ、2017年9月26日閲覧。パディバジット・ SE、ペンドリーノ・マー・ノビ・インターへ、ジャック・セブ・イ・エム・エル・ビ、マラブス・コース・レスキー・バニック、HTTP、マラブス・コース・レスキー・ダニック、シーズ・ Z、レギオヌ。 ペンドリーのマノビンターエジャックセバムリーベ -2017925HTML2017 2017年9月26日、閲覧。http、エコノミカ、イドニス、シーズ、ペンデレナメニバゴンプブニートライディナドロー、F2 グラム、エコ、ドープローバ、アスピックス、C イコール A138931507、エコドープローバ、フィーハット。 ペンデレナプロデリバッジ PL ミリアディザロックトン24シーズ6.3 2009ペンデレナ DJ ソゼティチェットバーチンスプラセナゼルページ16.8 2012MLD トレティセスチュジシゼットブラックゼムラルトライテズスラニニジェイソスタビライジバニセスカテレバイズシーズ2015年7月23日閲覧スラ ヤンアプラベット、シーシサロトオベット、ドレーレッシー、COS ペンドレーヌムゼットハバリ。イドニス、シーズ、2015年7月23日閲覧。ストレットペンデレナエスケミアネム V スツーデンス。ゼルページ、シーズ、2015年7月23日閲覧。ありがとうございます。